まあそれがやっぱり何ていうんですかね、和歌山を盛り上げることにつながるんじゃないかなと思い人と人が出会うことをご縁って言いますけども、私はその縁っていう言葉の後ろにはなんか大きな力があって、こいつとこいつこうやってつないだろうかなって言って大きな力がこうやって人と人を結びつけてくださってるのかなと思っております。遠い春の日、ありがとうございました。大島純子さんのこれからのますますのご活躍、そして純子さんと出会っていろんな方が救われることを祈願いたしまして、乾杯したいと思います。皆様ご一緒にご唱和してくださいね。乾杯。乾杯。ますます楽しんでいきましょう。乾杯。